こんにちは、有馬です。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。今日も神様との対話シリーズを行っていきたいと思います。はい、前回は私の公式 LINE に登録してくださってる方の質問を優先に、聞いていったんですが、今回は、コメント欄にご質問いただいている分を神様に聞いていきたいと思います。さあ、今日はどんな答えを神様はしてくださるのか楽しみですね。はい、ではもうね、早速聞いていきたいと思います。じゃあまずはお一人目のご質問、ですね、これはひろみひろみさんからいただきました。ですね、ちょっと前の方はちょっと割愛して、風の時代で先祖から未来の自分に、守護霊が変わると聞いて寂しい気がしますと。名字は毎日使うものだし、ご先祖様を大切に思ってます。今後どのようにつながれますか、よろしくお願いしますと、まあ、こういうご質問なんですけれども、これはちょっとね、神様に代わって私の方で答えさせていただきます。まあ、前回のご質問で、守護神と守護霊って違うんですかっていうご質問があったんですけれども、まあ、それにつながることですが、これまでは、守護霊さんっていうのはご先祖様ね、ご先祖様がなるケースが多かったですよ。でもだんだん力が弱くなっていってるので、それが少なくなってきてます。で、今後ずっと少なくなっていきますよっていうお答えだったんですが、これからはご先祖様が、守護霊に、なる数が減っていくのと同時に、未来の自分が守護霊になるケースは確かにあります。で、今現在も未来の自分が守護霊っていう人もいるんですよ。ただ、全体的にちょっと少ないんですね。で、それが割合が増えていく。なので、これまでももう全員についてる守護霊さんが、ご先祖様だったわけじゃないのと同じように、これからも、全ての人の全ての守護霊がその未来の自分っていうわけでもないんですよね。ただ割合は増えていきますよという、そういう意味です。はい、で、ひろみひろみさんはどんな風にね、今後つながっていったらいいんでしょうかっていうのは、これは多分ご先祖様とのお付き合いだと思うんですね。どんな風にご先祖様とつながっていったらいいですか。もう心の中で、ご先祖様に感謝をして、そしてご先祖様の魂の成長とか幸せを望んであげる、祈ってあげる、これでいいです。これだけで構いません。ですから、例えばお墓を何としても守らなきゃいけないとか、名字を何としてでも残していかなきゃいけないっていう、そこを別にご先祖様はね、もう望んでないんですよ。っていうか、もうその必要がなくなってるんですよね。昔はその代々、名前を守っていくことが、その子孫繁栄に直接強い結びつきを持ってたんですね。すごい影響があったわけですよ。だから何が何でも後継ぎ、を作って、そして血を絶やさないようにってずっとやってきてたんですけど、それはもう本当血の時代の考えなんですよ。で、これからはそんなものは何の影響もないんです。何の力もないし、そこに縛られると反対に苦しい思いをするんですね、その子孫が。だからご先祖様ももう力も弱くなってきてるし、それだけの強制の的な力ってもうないんですよ。だからもうそういう制度はどんどんこれからはなくなっていきます。なので、名字っていうのは確かにそのずっとね、代々受け継がれてきたものですけども、名字が変わろうと、名字を守られなくても、
特にね、血が絶えるっていうのとまた別なんですよ。だって血はどんどん続いていくじゃないですか。名字がなくなって、例えば、お嫁に行ってもその人が生きて子供を産んでって言ったら、血はずっと残っていくわけですよ。名前が変わるだけで。だからそこの名前に、囚われる必要はないですよっていうことなんですね。だからご先祖様にはもちろん忘れずに、ご先祖様のおかげで今の自分がこのように生を受け、こんな風に魂成長させて、幸せで生きていられます、ありがとうございますっていうのを感謝してれば、別にそれ以外のことは何も問題はありません。はい、ということで、はい、次のご質問は、人生の脚本は書いて、来てるんですよね。はい、その通りです。私はこの脚本はちょっと嫌なんだけど、もっと素敵なことが満載な脚本がいいんだけどと思うことがありますが、人生の脚本は完璧なんでしょうか、ということです。これはね、ちょっと神様に聞こうと思いますね。はい、神様、今日も、いろいろね聞きたいんだけど、いい？じゃあ、私たちのこの今世の、脚本、まあ、私たちが生まれる前に魂が書いてきている自分の設計図、人生の設計図っていうのは完璧なんでしょうか、と。そしてこの脚本がね嫌だと、気に入らない場合はどうしたらいいんですか、変えられないんですか、と、まあ、こういう質問なんだけど、それについてはどうなんでしょう。はい、答えが答え言ってくれました。人生の脚本は完璧に書いてはきていないと、途中で変えられるようにしてきてる。ただ180度ね、全く最初に設定した脚本と違うものにはならないっていうのは、ある程度の今世目的とか使命とかね、ストーリーを書いてるのに、それを途中で全部直すっていうのはなかなか時間が足りないですよ、その私たちが生きてる間ではね。で、もう魂がこれって決めてるものはやっぱり、これなんですよっていうことです。ただ細かい部分とか、まあある程度ね、変えても問題ない分っていうのは全然変えれますよ。でもう一つね、おっしゃったのが、もし自分が、書いてきた脚本を予定より早く終わった場合です。一生分だいたい書いてきてるんですけども、それを例えば人生の途中とか3分の2の地点ぐらいで終わった場合は、そこから新しい脚本を作って、それを、やっていけるっていうことなんですね。これはでもね、なんか希望が持てますね。早く、例えばですよ、ほら、1年間で、授業のカリキュラムってあるじゃないですか、まあ、大学だったりとかでもね。であれを終えないとやっぱ卒業できないんですけど、もしその半分の家庭でもう全部1年間で学ぶこと学んじゃったよっていう人は、あとすることないですよね。だからじゃあ今度はこれを勉強しようってして、自分で選んで、でこの勉強をしたいなと、そしてその後の残りの半年をやる、もしくはここで卒業して新しい学校に入り直すとかね、ありますよね。あれができるらしいんですよ。だからもし嫌だったら、まあ変えることも、多少は変えることももちろんできますし、もし本当に180度変えたいんであれば、早く、今回の脚本を全部終わらせればいいんですね。
そしたら自由にあの次の脚本を今自分で書いてそこやっていけるんですよ。なんかワクワクしますね。それもすごくいいと思います。まあ本当に嫌だったらそれが一番いいんじゃないかなと私は思いますけど、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。今のご質問を、まあ、くださったのは小野博美さんですね。はい、コメントいただいてました。ありがとうございます。あ、同じ小野博美さんが、もう一つご質問をくださってますので、あ、この前のお話ですね、神様に聞いた、私も生まれ変わりたくない方でしたって、魂はどうして生まれ変わりたいのでしょうか。嫌な経験も映画みたいに大したことがないことがはっきりしているため、それとも嫌なこともポイント上昇になるから。なるほど。じゃあこれも聞いていきましょうね。神様、あのこの前教えてくれたその魂はもう全ての魂が生まれ変わりたくないっていう魂一つもないって教えてくれたんだけど、それは理由は何ですかと。その理由をね、ちょっと教えてもらっていい？魂の一番の、特性、っていうか、何のために魂は地球に来たりとか他の、まあ、惑星に行ったりとかもそうなんですけど、特にね地球になぜ、行きたいのか、魂がね、それはやっぱりねその成長をするという意味なんですよ。魂ってあの上にいる時はあの多少はねできるそうなんですよね、成長とか学びとか。でもこういうね、特に地球みたいなこういう3次元の星だともうね短期間ですっごい学びと成長ができるそうなんですよ。なのでそれを選んでわざわざここで短期間で成長したいと来てるのに、でそこで成長できたら魂ってもっともっとまた成長したいって願うらしいんですよ。もうね限界ないぐらいに魂の成長欲って強いんですよね。でも本当にもう極め成長極めてもう何も本当に学ぶことがないよって、でもなかなかいないそうなんですね。今現在ではまだそういう魂ってもうほんのほんのもうゼロじゃないけどほんのわずかで、なかなかどんなに生まれ変わって何回も何十回もあの転生してもそこまでいかない、まだもっと学ぶことがある。だから魂はもう二度と生まれ変わりたくないと思わないそうなんですよね。そうなんですね。ポイントとかなんとかではなくってもう魂自身があのそういう特性を持っているらしいです。成長したい学びたいというね、そういうものらしいですね。まあ人間の意識はね、でもそうは言ってももう生まれ変わりたくないよって思うかもしれないですけど、まあ魂はまたきっと上に帰ったら次はどんな人生にしようかなと考えるんじゃないかと思います。はい、では次のご質問を聞いてみたいと思います。次はね、小桜インコさん、4つ質問を入れさせていただきます。自分の神様を感じることはできますか。守護霊と守護神とのメッセージの違いは、なぜ神様は自殺する人を止められないのでしょうか。以前神様が大きくなったお話がありましたが、人が成長すると神様が大きくなるのでしょうか。それは神様の出世ですか。よろしくお願いします。あ、
小桜英子さん、これね、ちょっとこれは私もわかるんですよ。っていうか神様に前聞いたことがある質問も中にあります。ちょっと順番にね、私が答えれる分は私が答えて、わからない分は神様に聞いていきます。はい、まずね、自分の神様を感じることはできますか。はい、これはね、できます。見えるとか見えないとか関係なく、これはね、誰でもどんな人でも神様を感じることはできます。じゃあ感じ方は、じゃあどうしたら感じれるのですかってわからないかもしれませんので、一番ね、簡単に感じれる方法があります。まずね、自分の中と外、どちらが神様、どちらに神様がいる気配があるのかなっていうのをちょっと目を閉じて感じてみてください。で、私はね、外に感じるんですよ、神様を。一般的にはだいたいここにいるらしいんですけど、自分の中で感じる人もいるんですよね。だから自分の中で感じるっていう直感がある人は、いつも神様に、神様がいるこの自分の中に話しかけてみてください。そして、目を閉じて神様っていうふうに、この自分のこの中心のあたり、こういうふうに話しかけてみたり、意識を集中してみたりしてください。そうするとね、神様を感じることができます。そして私のように外に感じる方は、自分のね、大体ね、右です。自分の右斜め上、ちょっと後方ぐらいかなにいらっしゃるので、そこを私はね、いつも大体こうやって振り返ってね、じゃないとなんとなくこうイメージだけになっちゃうから、実際私はちょっと神様が見えるので、もう見て話をするんですね、人みたいに。でもそうじゃない方は別に後ろ振り返らなくていいです。この辺にいらっしゃるなっていう感覚で、さっきと同じように、目を閉じてね、集中してみてください。そうするとなんとなく神様の姿がこう見えたりすることもありますし、見えなくても感じることがありますので、まずそれでね、一つ目のご質問、神様を誰でも感じることができますかって、できます、誰でもです。